この江俊明は日本の俳優、北海道岩見沢市出身、本名は柿崎俊一、旧芸名は大見俊明。趣味は音楽鑑賞、早稲田大学経済学部卒業。1934年、小竹蒲田撮影所に入り、同年の会社員閣下で主演する、誠実な青年役で注目を集めた。また、 小竹の看板スターだったが、1935年に小竹を退社した藤井光が主演していた若旦那シリーズに藤井の後を継いで主演した。1930年代半ばから清水、広志監督などのメロドラマで主役を演じたが、次第に脇役に回っていった。本人も脇役の方に持ち味があると自他共に認めたと語っている。 1937年頃に、上原健、夏川大二郎、特大地震と第八芸術にちなんだ研究会八クラブを結成し、毎月演劇や音楽関係の有識者を呼んで講演会を開いていた。戦中は、向井遥か、サヨンの鐘では、リコーランの相手役として共演している。戦後は、小太りな体と黒縁眼鏡が、 特徴の脇役俳優として活躍した。大英、小畜の所属を経て、フリーとなる。1958年頃から新東宝の映画に出演し、石井照雄監督の作品などで、腹黒い公職官などの悪役を演じた。新東宝の倒産後は、テレビドラマでも活躍した。相候は高い引き左から2番目。左は大山賢治、右からひまもる新一。 夏川大二郎、高峰美恵子、ありがとうございます。